8日の G1 メトロポリタンハンデキャップで5着に敗れた昨年の BC クラシック覇者ホワイトアバリを、おすすご、はリック・ダトロー・ジュニア。9社から以前所属していたサフィー・ジョセフ・ジュニア。9社に転級することが決まった。10日、デイリー・レーシング・フォーム、電子版が報じた。今後は7月6日に明ダクト競馬場で行われる G2 ジョンネルド S、ダート1400メートルを目標に調整される。 ホワイト・アバリオは21年9月にカルロス・ペレス厩舎からデビュー、1着。2クサ目からサフィ・ジョセフ・ジュニア、9社に所属し、フロリダ・ダービー、1着、ケンタッキー・ダービー、16着、などを走っていた。昨年3月のクレーミングレースを勝利後、サフィ・ジョセフ・ジュニア。調教師が管理馬の死亡事故で出走停止処分を受けたこともあり、ダトロー・ジュニア。 旧社に転求したた、があったサラブレッドデイリーニュース電子版はどう馬を共同所有するマーク・コーネット氏のコメントを紹介土曜日の彼の走りにがっかりしましたどんな理由があろうとレースで力を発揮できませんでした昨年のホイットニー S と BC クラシックで好調だった時は変化を与えるタイミングではなかったけど今はそうすべきだと思いますサフィー・ジョセフ氏 の手に彼を戻して、今の時点で違う方向に向かわせるタイミングだと思いますと今回の研究の意図が明かされている。